サンちゃん。ねえサンちゃん。うん、どうしたジョーロー。好きな人っている？どうしたんだよ突然。いるんだね。お、あそこにするか。なぜあんなところにベンツェがあるんだよ。考えろ、これまでこいつが現れるたび俺は不幸のどん底に叩き落とされた。つまり今回はまさかサンちゃんの好きな人って。実はさ、俺の好きな人なんだけどさ、その子のことを考えると胸が苦しくなって、でも毎日会えるだけですっげえ幸せになるんだ。俺は三職員スミレ子さんって子が好きなんだ。どうしてこうなった。きっかけは去年野球部のみんなで挑んだ地区大会の決勝戦だ。サンちゃんもそこかよ。ただそんな姿を誰にも見られたくなくて。あ、妙だな。すでに東と西にはそれぞれ人が一番少ない南口から出たんだ。南？甲子園連れてって。そしたらそこで会ったんだよ、三職員さんに。みんなの前では涙を耐えて頑張れる強くて優しいあなたなら次は勝てますよ。あいつ何しちゃってんの。それで情けないと思ったけど、ここまで行ったからには言うぜ。ごめん、それは無理なんだ。いくらサンちゃんの頼みでもな、バレたらあいつらに殺される。Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it